Okay, see you. Bye. ここよね、this one.お母さん、ちょっと、0.20、はい、撮影の方は、あ、でも、子供は撮らないから、これのやり方の他の人も知りたいから、でも、写真はちょっと控えて、控えていただきたいんだけど、やっぱり、ああいうところでさ、ブログとかなんかでも、あれだし、やっぱそれはちょっと控えてください。でも、これはみんな、みんなが、分かることって困るでも なんで大丈夫じゃない大丈夫とかそういう問題じゃなくて、他の小学校もやってた0.20やってない、でも It's okay It's public、public information みんな分かるでもそしたら他の学校だって同じじゃん。その測るのなんか今までだって同じようにやってるから、どうでしょう。それはでもいろんな小学校行ってるでやり方。やり方は皆さん同じだと思うんですけど、ちょっと違う。うん、同じようにやってると思うんですけど。同じだと思いますが、あと管理官の方だから、それはやっぱり信用していただいてやってもらいたいな。それは難しい。だから来る信用できるのために、他の人も信用できるのために、多分後で大丈夫プリント出すから。みんなにどうしてプリント出すの？学校からプリント出す前出したでしょ。高い場所とか教えてくれた。ホームページに載せますよね。対応はしていただいて。でもそれはパブリック。写真の方はちょっと今回は控えていただきたいんですけど、はい。ごめんなさい。それはなんで逆に写真を撮られるんですか。これはやり方。やり方は場所どこが 0.24 とか、もし高い場所があったら埋める、クリーンアップするとか、それはどうやってする、ちゃんとやってるのため、やってるので、他の小学校はちゃんとやってない。休み時間とか子ども周り近くに来た掘ったとか、そのまま出した、スコープそのまま出したとか、ミミズがあったら子どもに渡す、私たちがいなかったら多分渡した。あとそれはちゃんとやるようにの理由と、今度これからも多分
もう一回やる。で、それ次の、あくまでも保護者の立ち会いだけなので、特にこのことについて、ホームページだ誰かに報告だっていうのは、うちの方で、結果についてはホームページ上で報告してますので、やった場所と測定結果について出してますので、特に保護者の方について、写真を撮る必要はないと思います、はい、私の考え方は必要いる、この3月11日からいっぱい大丈夫大丈夫言ってるけど、大丈夫じゃない、後で分かる、大丈夫じゃないとか出たから、いっぱい人たちは信じることは難しいから。それはホームページ上に載せるとかそういうことですか？私はホームページ持ってないけど、YouTube だから、そういったものに公表するっていうのが、ちょっと困るんですけれども。 なんで困る？ちゃんとやってるから見た方が、見せた方がいい。ちゃんとやってることはちゃんとみんな信じることできる。見たら信じることできる。今までいっぱい、信じる、写真上でやってるのを見せて、写真なりなんなりやってるのを見せて信じるっていうのもそうですけども、一応公の場でちゃんとホームページ上で出してますので、その結果が違うということであるならば、またそれはそれで私なんかもやってる意味がないと思いますし、ごめんなさい、もう一回やってる、せっかくやってるのに、ちゃんとやってるのに、またそういうな写真を撮って載せられて、YouTube とかそういうのはいろんな不特定多数の人がいろいろ言ってくる場じゃないですか。それをそういうとこ公でやってらっしゃるのにっていうことを言ってるんです。それはやる意味がなくなっちゃうでしょって、今こんな風に撮ってもらったら、それは失礼なことだよねっていうことだと思う。じゃあ失礼、課長に聞いてみましょうか。そうですね、okay. その方がいいと思います。友達も来てみる。言葉は権利 my rights、 みんなが、これは public information だから、お母さんたち安心できる。こちらで出すのと、でも出すわけだから、ちゃんと委員会はね。違っちゃったら逆におかしいでしょ。違うわね。だったらいいじゃん、こちらでちゃんと出すわけだから。これもいいじゃん。でも変わることはしない。何も。でも私なんか言ったのと違うのは、私は正直書かれてるから、そういう意味だったらちょっと違ってくるよね、お母さん。やっぱりね、よくわかんない。わかんない、だから私なんかが言ったことがと違って出されちゃう部分があるじゃん。来てください、手にかん。来てください、ダメだよ、保護者だけだから。他の人はダメです、他の人は、だって約束だもん。約束？約束、だってなんで他の人が来るの？保護者の人、日本語できる、もっと私より分かってる人、でも友達。もしもし、ちょっと待ってて、とにかくね、保護者の人ならほら、うちの学校だからっていうあれはあるけど、ね、はい、保護者の。それはいいんですか？でも私は他の小学校も行く、来ないことはない。これは拒否しなくていいですか？じゃあ分かりました。じゃあOK ということで、はい、児童は移さないように。はい、分かりました。はい、それじゃあそういった指示でいきますね。はい、すいません。はい、一応取ることはじゃあ OK。 ありがとう。で、児童は子供を取らないように。OK。分かりました。揉めてても子供を取る話になる。はい。上の指示は煽った方がいい。はい。0.10。はい。分かんない。よし。
るんだろう。ここからですね。